今回は先日こしらえたこちらのパワーアンプの基板製作の様子を紹介します。実はですね、今回はエッジングに第二酸化鉄を一切使っていません。食塩水でプリント基板が作れるかどうか試してみたかったんですよね。プリント基板は、Adobe Illustratorで絵描きました。イラストレーターのデータをローランドのスティカに取り込んでステッカーにします。そして、脱脂した銅箔基板に、スティカで作ったプリントパターンのステッカーを貼りました。それでエッチング工程ですね。基板にプラスの電極をつなげます。綿棒に飽和食塩水を染み込ませて、マイナスの電極をつないで銅の部分をなぞっていきます。電極には直流 12V をかけています。そうするとなぞった部分が黒っぽく変色するんですね。これを繰り返して少しずつ銅を溶かしていくわけです。これがですね、ものすごく根気のいる作業で、なんとこの小さな基板全面を溶かしきるまで8時間もかかってしまいました。綿棒を7本使いました。それでも、食塩水だけでこの基板を完成させることはできなかったんですね。銅箔が均等に溶けるわけではないので、エッチングが進んでいくとこんな風に銅が部分的に残ってしまいます。この残ってしまった縞の部分はプラスの電極と分離してしまって電流が流れないので、もう溶けることはありません。そのようなわけで、食塩水だけではプリント基板は完成しないということが、今回分かってしまいました。酸化銅鉄は一切使わないと決めていたので、家庭にあるもので、この銅を溶かせるようなもの何かないかなという。トイレにあるサンポール。これが、塩酸なので、すぐ溶けるんじゃないかなと思って。で、やってみたんですが、サンポールを水で2倍に薄めて、基板に塗ってみたんですけれども、これがまた溶けないんですね。4時間サンポール漬けにして、やっと綺麗になりました。本当にわずかな銅箔の残りかすだったので、4時間程度で、綺麗に仕上がったんですけれども、サンポールの塩酸濃度って、予想以上に薄いんですね。驚きました。初めて知りました。おそらくサンポールだけでプリント基板のエッチングは無理だと思います。そしてドリルで穴を開けて余分な部分を切ってステッカーを剥がして銅箔が錆びないようにフラックスを塗って基板完成です。何しろこんなこと初めてやったので、どれぐらい時間がかかってどんな仕上がりなのか全くわからなかったわけですけれども、8時間もかかってしまいましたが、仕上がりは思ったよりもシャープな感じで良かったですね。食塩水でエッチングするにしても、サンポールを使うにしても、普通にお家にあるもので基板製作ができるということが、今回わかりました。あと、綿棒でエッチングしますから、廃液処理の必要がないという手軽さもありますよね。マスキング工程は、今回、私はステカを使いましたけれども、このマスキング方法は皆さんの工夫にお任せします。基板のカットは、小さい基板であれば、この金切りバサミで十分だと思います。この基板がどんな風に使われたかは、こちらの自作アンプの動画をご覧ください。では。